はい、皆さんこんにちは。サラリーマッチョ西です。今回は筋トレをガチってから食べなくなったものについて解説をしていきたいと思います。筋トレを始めると食事にも気をつけないとというふうに思われる方多いんじゃないでしょうか。私も昔は好きなもの好きなだけというスローガンを掲げて人生を謳歌してたんですけども、せっかく筋トレを頑張って体作りをしていくのであれば、これは日常的には食べない方がいいよねというものが出てきました。この動画では体作りをする上で食事に気を使う必要があるのは分かってるんだけれども、 OKNG の基準がいまいち分からんという方に向けて、私がかつてよく口にしていて筋トレをガチってからは口にしなくなったものを語っていきたいと思います。もし食事がおろそかになってしまえば、せっかくの筋トレ頑張った成果が半減してしまいます。とはいえ食事も気をつけ始めたらキリがないですよね。何から手をつければいいか、どこまで気をつければいいかわからん、その気持ちよくわかります。この動画では私が筋トレに目覚めてからガチ勢になって実際に食べなくなったもの、その理由とともに解説していきますので、即実践可能かつ応用可能な講義になります。食習慣の見直しのきっかけとして、ぜひこの動画でご自身の未来の行動につながる役立つ知識を学んでいってください。このチャンネルでは筋トレ初中級者の方向けにボディメイクに役立つ情報を配信しております。視聴者の方は忙しいビジネスマンの方多いと思いますので、私の動画を探すのももったいないと思います。登録していければ忙しい方でもすぐに私のチャンネル動画見つけていただけますので、ぜひチャンネル登録と通知ボタンよろしくお願いいたします。はい、それでは早速本題に入っていきたいんですけれども、今回はこれだけは避けたいという食べ物プラスアルファで、一見悪そうだけど意外に食べてるよというものも合わせてご紹介していきたいと思います。それではまず一つ目の避けたい食べ物、それは小麦と油のコンビでございます。はい、凶悪コンビでございますね。小麦と油、これですね、一緒にするともう本当に、ね、混ぜるの危険の糖質と脂質の塊でございますと。どういったものが当てはまるかと言いますと、まずはパン類全般でございます。菓子パンとかね、メロンパンとか、そういったパンっていうのは、まあ、バター、マーガリン、ショート肉、いろんなもの入ってますし、中にクリームとか入ってたりして、そしてもちろんパンの生地っていうのは小麦でできています。カレーパンとかね、それにさらに揚げちゃうなんてこともあったりして、非常に美味しいんだけども、タンパク質も少なければ糖質脂質の組み合わせでデブまっしぐらということで、パンっていうのは結構避けることが多くなりました。さらにラーメンなんかですね、天一にね、私はもう筋トレし始めた頃ぐらいまでというのはですね、週 2,3 天一食ってました。大好きなんですよね、ラーメン。今はですね、今年1回ラーメン屋さんに行ったかな、行ってないかなぐらいですね。年 1,2 回に減りました。大好きなのは変わりないです。好きなものそんな我慢しなきゃいけないのかっていうメンタル心配になれる方も多いかと思うんですけども、ストイックにラーメンを食べないようにしてるというわけではなくて、ラーメンの美味しさはもちろんそうなんだけども、じゃあそのマクロ POC っていうのも分かるようになってきて、食べた時の幸福感と食べた後の罪悪感、それを総じてやっていくと、食べる段階から食べたいって気持ちがなくなってきちゃうんですよね。逆に年に1回とか2回とかたまのご褒美として食べるから非常に美味しく、で翌日から頑張ろうみたいな気持ちの切り替えのタイミングでラーメン食べるとかっていうのは全然いいと思うんですけども、それぐらいね、私にとっては特別な食事にね今なってしまってますね。パン、ラーメン、そして揚げ物全般でございます。揚げ物、唐揚げ、とんかつ、美味しいよね。これ言っててですね、今ちょっと減量末期なので想像するだけであれなんですけども、美味しいですよね。揚げ物もね、お肉に、しかも大体結構油っぽいお肉だったりするんですよね。それに衣をつけて、糖質ですね。で、それを揚げちゃうと。最高の美味しい食べ物なんですけども、このあたりもですね、なかなか食べないですね。高タンパク低脂質でイケイケの鳥さんもですね、唐揚げになってしまうと一気にですねやらかしておりますので、美味しいんですけれども、私は普段は食べないようにしております。あとはピンポイントになってしまうんですけども、ピザですね。ピザすっごい好きなんですけど、チーズ乗っておりますので糖質と脂質ですね。このあたりですね、私は普段お拭きであっても基本的に避けているというような状況でございます。理由はお伝えした通り、糖質と脂質というのは、糖質を摂ることによってインスリンというホルモンが分泌されまして、血糖値を下げるために血液中のエネルギーを吸収しようという、細胞の方に取り込もうという、それによって血糖値を下げようという作用が起こるわけなんですけども、その取り込もうというタイミングで脂質がね、バンバン体に取り込まれてしまうと脂肪になって太ってしまうということなので、例えばこれがね、糖質だけってなるとローファット、脂質制限ダイエットに近しい形になりますし、逆に脂質だけであればナッツとかチーズだけを食べるのであればケトジニックダイエットとして成り立つことになるんですよね。これ同時に取るから良くないと。なので同時にどうしても取ってしまうような、まとまってしまうものっていうのは避けるということで、小麦と油のコンビっていうのを避けております。米と油は OK なのかというと、基本的には NG ですね。炭水化物と脂質ということなんですけども、特に凶悪なやつらがですね、小麦と油に多いので、こういった風にさせていただきました。さあ、そして続きまして、私が筋トレガチ勢になってから食べるのを避けるようになったもの2つ目がですね、乳製品です。
乳製品代表としてはチーズです。先ほどお話をしたチーズですね、私は食べないようになっております。あとは牛乳とかですね、こういったものをですね私は避けておりまして、理由としては先ほどの部分にも近しいところはありますね。少しまあ脂質が多い、そういったものを避けるということも一つです。そしてもう一つがですね、筋トレガチ勢になって自分の体のコンディションっていうのを常に見るようになった時に、食べた時のアレルギー反応とか吸収のされ方、お腹の張り具合とか、乳製品がですね日本人が体に合わない方が多いです。何も筋トレとかせずに体脂肪が高い状態だとそんなに体の変化として気づきにくいんですけれども、結構体が絞れてる状態だったり体のコンディションに敏感な状態で食べると体のコンディションを崩してしまう、体調があんまり良くないっていうことが敏感に感じるようになって、乳製品っていうのは結構避けることが多くなりました。チーズに関しても、まあ、チーズ単体だけであれば糖質を抑えた状態で食べると非常にいいタンパク源、脂質源になりますし、ローファットダイエットだったらもうチーズを、例えば家庭チーズがそういう脂質を少ないものにすることによって良質なねタンパク質、低脂質で栄養を取れるというものになるんですけれども、私はですねそれでもあえて乳製品を取るということはしなくなりました。ケトジェニックの時に関してはですね、結構食材が偏ります。肉類、魚類、卵、チーズ、まあ、このあたりを食べていいなというふうになった時に、ローファットよりも食材の組み合わせが少ないということで、あえてねチーズを食べるということもありますし、それもケトジェニックも最後の方を絞り切って、絞り込んでいってコンテストに近くなってくるという時は、私は乳製品を取らないようになっていきます。私が食べなくなったもの2つ目が乳製品でございます。そして3つ目、これはですねもうここ7、8年、9年、ほぼこのルールを守っている、絶対に取らなくなったものというのがあります。それがですねカロリーのある飲み物全般でございます。ちょっと食べなくなったというか、まあ、飲まなくなったという話になってしまうんですけれども、清涼飲料水系でもなんとかジュースとかね、これはもう野菜ジュースであってもフルーツジュースであってもコーラであっても全て食べなくなりましたし、コーヒーも加糖されているものは飲まないですし、唯一あるのが EAA とかプロテイン、これは確かにカロリーある飲み物だけども、その2つだけは許すとして、カロリーのある飲み物全般、もちろんアルコールもです。アルコールも年に1回も飲んでないぐらいですね、数年に1回飲むぐらいの感じのカロリーのある飲み物っていうのは一切取らなくなっております。理由としては炭水化物、糖質取るのであれば複合炭水化物から取りたいですし、固形物から取りたいというところがありますので、まあ、太りやすいという面もそうだし、あとは一日を通しての満足度として固形物から取った方が私は嬉しい。もう食いしん坊なので、飲み物でね知らずにカロリーを取ってしまうということが悔しいということで、飲み物全般カロリーのあるものは極力控えております。お酒に関してもですね、エンプティカロリーなんて言い方もされますが、栄養価がなくかつアルコールねカロリーを持ってますので、私はおそらく今後も飲むことはないかなというふうに思います。ただこのあたりですね、皆さんにとってのアルコールの価値観っていうのは人それぞれだと思いますので、禁止絶対すべしっていうことでもないですし、体作りにとってプラスな面というのはあまりなかったりするので、もちろん飲まないという選択肢を取っているというような感じですね。体を変えるための食トレのきっかけになればということで今回お話をさせていただいてるんですけれども、いずれにしてもトレーニングをしていくことが筋肉質なマッチョになる秘訣です。筋トレなしで食事だけで痩せよう、食事だけで筋肉つけよう、それは無理です。私がどうやって筋肉を一気につけていったか、その方法については LINE で期間限定無料で配信しているセミナーでがっつり解説しておりますので、気になる方はぜひお友達になってご覧になってください。さあそれではここからですね、プラスアルファ、今までですね食べなくなったみたいなネガティブなもの、美味しいね糖質脂質の組み合わせのもの、乳製品、カロリーのある飲み物、アルコールというような形で挙げたんですけども、意外にこれ食べてんだよとか、意外にこれ飲んでんだよというものも実はありますので、最後ちょっとこういうのはいいんだっていうのをシェアしていければと思っております。一つ目がですねカップラーメンですって感じだと思うんですけれども、これもノンフライのものだったりとか、ノンフライ麺ってありますよね、脂質が少ないもの、あとは具材があんまり油っぽくないうどん系のものとかね、そういったものですね、ちゃんとマクロを見ると意外に PFC 整ってるんですよ。1食 10g なかったりするんですよね。これは優秀ということで、カップ麺、マクロを完全にコントロールできるという上で、そういったねカップ麺を食べるということもあります。ちょっとねラーメンは食わないっていうふうに言ったんですけど、ラーメン、まあ基本的には外食で食べる美味しいラーメンっていうのは、まあ糖質と脂質、醤油ラーメンだとも結構ね油浮いてたりすることがあるんで、そういったのは抜きにして、カップ麺でかつノンフライ麺でっていうものの限定でですね、脂質が1食 10g 以下であれば食べちゃうことも多いという感じですね。それからコンビニのおにぎりなんかもね、今減量末期ですけども、結構ガンガン1日5個とかね買って食べております。糖質は悪みたいな風に一般の方思われたりして、おにぎりとかね、そんな食べてどないすんのみたいなこともあるかと思うんですけども、何から、ね、炭水化物を取るかって言って、やっぱり私は米とか、まあ、オートミールとか、まあ、いろんな、ね、蕎麦とかいろんなものもある中で、私は結構米が好きということもあって、それに関しては家で炊いておにぎりを作って持っていくっていうのももちろん経済的ですしいいんですけれども、結構めんどくさかったりとかするので、もうコンビニで買っちゃいますね。このあたりは人によって全然違うんですけれども、冷凍食品とかコンビニの食品とか、それこそカップ麺とか、そういったものに対する添加物とか、そういったものの気にされる方って結構多いんじゃないかなと思います。
まして、これに関しては、まあ、おっしゃる通りだなということで、できるだけね体にとって自然ではないものを入れない方がリスクは少ないんだろうなと思いつつもですね、そんなこと言っててもしゃあないやんというのも個人的には思うところでありまして、まあ、便利なものはそこまで取りすぎなければいいんじゃないかなということで、コンビニのおにぎりなんか平気で私は食べますし、ありがたいなというふうに思って食べております。その流れでいきますとですね、人工甘味料もあんまり気にしないです。取りすぎると腸内環境乱れたりとか、いろんな依存度が高くなるので取りすぎ注意なんですけども、ゼロコーラ、これは飲み物がカロリーがあるものに含まれないんですよ。ゼロキロカロリーなので、微妙にカロリーはあるんですけどね、まあ、ほぼゼロでカウントしていいでしょうというような程度のカロリーなので、私はゼロコーラは普通に飲んでおります。この辺りも賛否両論ですね。これだけで今動画ができてしまうんですけども、私は実際に飲んでそれでなんか絞れなくなったということもないですし、ケトチンクの時はこのケトン体の数値なんかも測ったりしながら飲んでどうなるかっていうの変動も見て、その上で何の悪影響もなく、そしてバチバチに絞れていったという経験も何度もあるので、私に関しては今のところ0キロカロリーのコーラとかそういったものに関しては NG にはしていません。飲まなくて済むなら飲まない方がいいと思うんですけれども、それによってストレスが緩和されたりとか、変に余計なものを食べるっていうことを防げるのであれば非常に有効な選択肢の一つなんじゃないかなというふうに思います。そして最後、意外に食べるものとしては和菓子ですね。お菓子とかね、洋菓子とかっていうのは基本 NG で、なんかそのイメージで甘いものって良くないんじゃないかなというふうに思われる方も多いかと思うんですけども、和菓子、例えば羊羹だったりどら焼きだったり大福だったりとか、この辺りっていうのは糖質の値は高いんだけれども、タイミングさえ合わせれば、トレーニングの前後とかであればそれがエネルギーにしてトレーニングできますし、トレーニング後の栄養補給としては非常に効率的な糖質摂取源になりますので、和菓子っていうのはね、非常に私の今の減量中の癒しの部分になります。こういったそのお菓子っていうのね、イメージ先行で良くないんじゃないかと思われる方も多いかと思うんですけども、イメージで考えるんじゃなくて、実際のマクロで考えて、自分が1日必要な PFC バランス、それにマッチする食材は何なのかという偏見なしで考えていくと、和菓子が意外にいけたりとか、カップ麺も物によっては意外に食べれてしまう、そんなこともですね、ぜひ気づいていただけると皆さんの食事の選択肢というのも増えていくんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでですね、今回は筋トレをかしてから食べなくなったものということでご紹介をしてまいりました。いかがでしたでしょうか。ボディメイク成功の秘訣は正しい努力と継続です。今回は避けるべき食材、そして意外に食べてもいい食材についてお伝えしてきましたが、それを知識だけに終わらせずに行動の継続をしていってください。私ももともとは身長183センチで体重は60キロしかない、もうガリガリのヒョロヒョロから、今は同じ体脂肪率で腹筋がバキバキに割れた状態で80キロを超えるプラス20キロ超になっています。ぜひ一緒に正しい努力と継続していって理想の自分に近づいていきましょう。もしモチベーションに不安がある方、一人で継続しているか不安な方、ぜひ私の運営するフィットネスコミュニティのりみつにもお越しいただければと思います。切磋琢磨しながら励まし合える仲間ができますし、独学で孤軍奮闘するよりも早く成長することができますので、効率的にそして楽しくボディメイク続けられるんじゃないかなと思います。皆さんのご参加お待ちしております。皆さん、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございます。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご感想とコメントお待ちしております。公式 LINE やっておりますので、ぜひそちらもお友達になってやってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。限界は超えられる。ノーリミッツ。Gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take